2020東京第3ラウンドの模様をお届けしてまいります。実況は私柴田、そして解説にポニータさんをお迎えしました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ画面右側、ブームを作り出す男、はい、はじめ社長が登場しました。いやー、ここに来てはじめ社長が現在何勝何敗なのか気になりますね。そうですね、はい、まあ、この後情報としておそらく入ってくるとは思いますが、はい、いよいよ第3戦ということで、もしこの時点で2敗していた場合はここでドロップアウトが決まってしまう可能性があるという一戦になってきます。はい、もしかしたら大事な一戦であるかもしれないと、はい、さあ早速もう準備が始まっていきましたね。そうですね、まあ、ポケカ CL 京都、まあ、今年の初めの大会ですけれども、まあ、その時はレシラム&リザードンを使っていました、はい、今回何デッキを使うのか楽しみですね。じゃあ7枚です。デッキシルトは名探偵ピカチュウと、はいはい、本人はね、あまりなんか気に入ってなかったような、ちょっと変えたいなという話もね、はい、してたんですけども、まあ、可愛らしいスリーブですよね、はい、なるほど。さあ、サイドを整えて、こちらが、はい、OK、ありがとうございます。あ、サーナイト見えましたね。はい、サーナイト見えましたね。結構あのフェアリータイプの今回、比較的勝ち上がっている印象がありまして、そうですね、はい、大会全体としてもそこそこ見る形。このフェアリーの強みっていうのはどんなところにありますか、本田さん。やっぱりドラゴンタイプの弱点がつけるというところが、はい、まず第一なんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ、特にアルセウス&ディアルガ&パルキア GX だったり、はい、レシラム&ゼクロン GX だったり、はい、ウルトラネクロン GX だったり、強力な、ね、ドラゴンタイプのポケモンに対して弱点がつけるというところが大きいかなと思います。はい、はい、ガブリアス・ギラティアの人ですね、はい。さあ、まあ、サーナイト GX 見えましたけれども、まあ、このデッキは、はい、まあ、普段このはじめ社長の畑というグループ YouTuber のメンバーとしても活動しているはじめ社長、枝はじめ選手ですが、はい、まあ、そのグループ内の陽平先生という、はいはい、まあ、今回は賛成していないんですけども、まあ、こちらの方がまあフェアリータイプのサーナイト GX を使ったデッキを使ってみましたので、まあ、練習の段階ではもうかなり対戦しているとさすがが考えられます、ね、さすが静岡勢ですね、はい、静岡勢ですね。そうですね、はい、私もちょっと何度か対戦させていただいたんですけど、はい、握手を交わして、はい、さあ試合スタートしました。踊り鳥 GX とジラ GX ですね。お互い戦うポケモンではない形から始まりましたね、はい、勝つポケモン GX という状況です。さあ、ジラ GX はね、特性サイキックゾーンで、はい、超タイプのポケモンの弱点を、ね、お互いなくなるというような形の特性を持ってますので、これが入っているということはおそらくミュウツー&ミュウジエックスデッキの可能性が高いかなと思いますが、はいはい、まあ、ここまで表示見えていますけれども、あの画面左、平井銀次選手こちら0勝2敗、そしてはじめ社長、枝はじめ選手も0勝2敗ということで、はい、ここで敗れてしまうと、はい、ドロップですね、強制で、はい、なので、この大会を後にするということになってしまいます、はい、お互いここは本当に負けられない戦いという形ですね、はい、さあ、ミュウツー&ミュウ、それもうちょっと触ります。はい、そのままベンチで、はいはい、まずこのベンチに置いてちょっと苦しそうな表情をしています。画面右側、枝はじめ選手です。踊り鳥 GX というのはポニアさん、まあ、今回新しく登場したカードですけれども、はい、まあ、枝、伊藤慎太郎選手も先ほどデッキに採用していました、はい、まあ、どんなところ強いカードだと思いますか、改めて。今してます。やっぱりタムケの前が相手の前の番に相手が強い攻撃をした返しとかで使っていけるというところで、まあ、返しでどうしても倒したいポケモンがいるときとかに、まあ、手が多くなるのがいいですね。特にリセットスタンプを使われたりとか、あの相手が動けないことを祈るような場面もあったりもするんですが、そういう時に返しで使えますので非常に強いということですね。まあ、やはり伊藤慎太郎選手もお話ししていましたけれども、手札がまあ、多い方が選択肢が増えるので、その手札が多い状態は続けていきたいということで、ドローするカードは非常に大事なんだと、山札を引くカードが大事なんだというような話もありました。結構伊藤慎太郎選手とかはね、まあ、ゾロアーク GX だったり、いつも引けるカードをよく採用している傾向があるようなふうに個人的に思いますけれども、やっぱそういう引いてきて選択肢を増やしていく動きは非常に大事かなと思いますね。まあ、それだけでその手札が少ないだけで、まあ、非常にこの選択肢というのが狭まって、それでまあ
相手に可能性のなさを露呈してしまうということで、まあ、非常にですねそれが厄介になるということで、そういった意味でも手札は多くしておきたいというような話がありました。さあ画面右、はい、枝はじめ選手はベンチに3体、そしてバトルバニージラーチ DX、 小宮さん、まあ、やはりこのジラーチ DX は一旦下げたいところではありますよね。はい、もうお互い、こういったポケモンはあんまり前に出しておきたくはない形です。相手が動き出すより前に下げたいところではあるポケモンですよね。ちょっとハウリングのところちょっと今調整中です。ただ、はい、音声が乱れています。大変失礼いたしました。はい、少しちょっと音声機材の影響でハウリングを起こしているようです。大変失礼いたしました。さあここで少し考えていますが、画面左の平井銀次選手、まあ、こちらも現在0勝2敗ということで、この試合を落としてしまうと、まあ、ドロップと大会を後にするということになってしまいます。はい、どちらか一方がベンチ出します。まあ、3連敗でこの大会を去るという負けられない一戦を戦っています。そんな中でお互いにポケモンをまずは並べてダブル無色エネルギーを張ろうというところでしたが、ここラルトスには張りませんでした。さあ少し考えているような表情を見せています。画面右側、はじめ社長こと枝はじめ選手です。ミュウツーミュー出します。はい、ミュウツーミュー2体目のミュウツーミュが並びました。そしてレインボーブラシで基本エネルギーのタイプが変わります。炎からレインボーブラシが採用されたの面白いですね。まあ、この変えられるわけですよね。お、水エネルギー、はい、ということはここはプレシャスボール使います。はい、狙っていくのは何でしょう。 GX を持ってきます。プレシャスボールを使ってます。はい、デレネ、はい、デレネ GX から展開していくんでしょうかね。はい、ベンチに行くんでしょうか。はい、そのままデレチェンジ使います。ベンチこれで埋まりましたけれども、これまあ出せない状態になるということで、この5体はご覧になってボニータさん印象いかがでしょう。そうですね、まだやっぱりミューツ&ミュージー X が攻撃をしていくと、おっとうわっとデレチェンジで持ってきた山田、ちょっと厳しいようです。トラッシュにね、ちょっと注目、ダート使います。はい、音のあれで一瞬トラッシュを確認できなかったんですけども、はい、右上のトラッシュにはどういったポケモン GX が入って、そうですね、パーフェクションで持ってきます。はい、はい、どうぞ。まあ、使える技が決まりますので、トラッシュにいる GX ポケモンから技が選べるとプレシャスボールもう一回使います。はい、さあプレシャスボールでさらに GX ポケモン持ってきます。まあ、中央のミュウツー&ミュウについているのは炎エネルギー1枚、さらに水エネルギー1枚、女神ミロップ&プリン持ってきます。あ、はい、女神ミロップ&プリン、メガミミロッパンのプリンは、はい、やっぱり相手のポケモン GX の出すだけダメージが上がっていきますが、はい、現在は2匹ポケモン GX 出てますので180ダメージが出ている。むしろこのミュウツー、おっとかなり悔しそうな表情しています。むしろミュウツーを使う、ミュウツー&ミュウを使う相手に対して非常に有効なイメージもあるんですけどね。そうですね、今回はサメの GX に進化すれば、まあ、3匹になりますので、はい、結構打点としては十分になります。うん、さあここで少し苦しんでいる、ちょっと、まあ、技が使えないままバーンを終わる展開になる形なんでしょうかね。はい、この一ターンの遅れがね、後半に向けてどう影響してくるでしょうか。時間としては6分が過ぎたところ、さあここは動けずですね。はい、先方2回目で動けないっていうのはちょっと大きいですね。ちょっと苦しい状況続きます。負けられない試合ではあるんですけれども、はい、結構サメット GX のデッキは2進化なので、やっぱり時間があればたくさん進化できる形で、はい、逆に初動が遅いデッキでもあるんですが、まあ、その中で相手がまだ動き出さないタイミングでこちらも攻撃、攻撃ができないという形で、はじめ社長の方もちょっと遅れだという形でどうなるかわからない展開ですね。はい、これがどう出てくるでしょうか。まあ、序盤戦にまあこのサーナイトに進化させないといけないわけですから、はい、平井選手は、はい、白ナ使いましたので、はい、まあ、不思議な目とサーナイト GX を出しつつ、はい、踊り踊りも逃がして技を打っていくのか、まあ、引いて、はい、さあどうでしょう。あ、はい、どう、トリプル加速エネルギー、ミステリートレジャー、そしてベアリーエネルギー、さらにはちょっと雨はなさそうですね。一応超タイプのエルレイドのフォームが入っていれば、はい、エルレイドにも進化したりっていうプランも
ありますし、エレベーターに進化したら、超タイプなので、まあ、あのミューズ&ミュージックの弱点がつける。ただし今ジラーチが出てなければというふうになってますので、はい、後からジラーチを倒した後で活躍できる可能性もある結構大事なカードかなという印象もあります。はい、さあエルレイド、はい、エルレイドというのも、まあ、今環境では割とこう、まあ、このデッキに関しては、はい、維持も入っていると非常にありがたいというか戦ってくれるというか、はい、そうですね、はい、ここはロコンの技の効果を使ってポケモン2匹を加えてきたのがエルレイドとデネジックスと、いずれもやっぱり強いカードですよね。はいはい、エルレイドは、はい、ダブルタイプで、フェアリー超2つのタイプになりますので、まあ、弱点を主についていきながら攻撃をしていくと、はい、かつエネルギーが、ね、後ろにつきますので、まあ、エルレイドは返して倒されてもエネルギーが場から消えにくく場持ちがいいと言いますか、ます非常に優秀なポケモンです。はい、あ、お互い結局逃がすことに成功していきました。ジラーチ落としてパーフェクションの霞切りで、はい、あ、月光が GX ですね。1枚サイドいただきます。はい、はい、トラッシュにあるポケモンの技を使っていきました。はい、1枚引きます。はい、まあ、ソルガリオ GX があればソルガリオ GX の技を使って加速もしていくプランです、ね、踊り使います。寒気の前で3枚引きます。今回は出てないと。そうですね、はい、まあ、本当にあのソルガリオ GX というのがもう定番と、まあ、先ほども試合で1戦目ですかね、お伝えしたんですけれど もうなんか定番のようになってきましたね。カーブストライク、はい、さあミステリートレジャー、手札の枚数は十分です。ミステリートレジャーでトラッシュするのはミステリートレジャーっ、はい、で持ってくるカードですね。超タイプかドラゴンタイプですな。カプテテフ、そのままワンダータッチです。そして持ってくるのはメイ、あ、いいですね。この踊り踊りで3枚引きながらさらにメイでもう3枚あの一部のカードを選んで持ってくる動きが非常に強いです。メイはポケモンと基本エネルギーとそれからトレーナーと持ってこれると、はい、さあその不思議な目ですね。まあ、ここでようやくポニャさん、はい、雨が来たなと、はい、そうですね、進化していける形ですよね。先ほどポケモン持ってきてますので、さあいよいよ動きがありそうです。まもなく試合時間が10分経過しようというところですが、ここで不思議な雨、画面左側平井銀次選手、エルレイドが登場です。はい、エルレイド出ましたが、お互い弱点はなくなっているという形ですね。さあダブル無色エネルギーをつけて、じゃあ120点で、120点がミュウ 2&ミュウに入ります。はい、まあ、このタッグチームというカードは落とされると3枚取られますので、はい、あ、ごめんなさい、パワーサイクロンで、はい、あ、ジャッジが後ろがあります、はい、1枚いただきます。はい、現在ポケモン GX が3匹入れていますので、平井選手の方は、はい、なのでビタミンロップ&プリンから240が出ますので、ここはサラダ GX に進化するんじゃなくて、はい、エルレイドの方でまずは削るという選択をしたと思われました。はい、さあミュウ 2&ミュウにこれで水、炎、鋼、はい、この3種類のエネルギーが張られました。はい、水と鋼見えたら結構オルタージェネシスもね、はい、あの見えてくる、入ってそうな気がしますけれども、どうでしょう、これ持ってくるのはリザードン GX ですね。リザードン GX も入っていると、炎を中心のミュウツ&ミュウという感じなんでしょうね。はいはい、割とこうミュウツ&ミュウ GX で言いますとレシラム&リザードンが多いのかなという印象があるんですけども、最近の感じで言うと、はい、それとはまた別のようですね。そうですね、結構水と鋼も入っているので、はい、炎、結構炎と蝶を入れてエイフィー&デラキス GX を採用するようなパターンもあるんですが、こちらは蝶も入っているかどうかはちょっと分かりませんが、水と鋼も入っているタイプの炎。リザードンは、はい、多分そっちじゃないリザードンかもしれません。今違った県名の方ですね。はいはい、300出る方だと思います。ちょっと考えますね。はい、大丈夫です。さあこちらですね、ソルガレオ GX、このターボストライクが非常に強力、はい、2つのエネルギーで120点、さらには基本エネルギー2枚です。ベンチポケモンにつけることができます。トラッシュの基本エネルギー2枚ですので、まあ、再利用するという形になります。はい、まあ、これがもう定番になってきています、ミュウ 2&ミュウ、まあ、このパーフェクションという特性で、まあ、トラッシュの GX 技を使うことができるんですが、エネルギーを、ね、つけていけますので、まあ、後続の用意ができるんですが、ちょっと GX 技で、はい、パーフェクションで、はい、
オルタージェネシス GX、 ここでオルタージェネシス GX、 はい、はい、使いました、はい、で番もあります、はいはい、ここはお、あ、はい、オルターティッシュ使いましたね。これで、サイド取る枚数 GX の普通の GX のポケモンでも3枚取ることができます。はい、非 GX でも2枚取ることができる。さらにはこの後の攻撃プラス30点入ります、はい、このオルタージェネシス GX はもう本当に非常に強力な、まあ、GX 技ですよね。これがね、もうあの最新弾に登場した目玉カードでもありますので、今大会でもかなりの数の選手が使われている印象がありました。リセットスタンプしてます。2戦目ではケルディオ GX と合わせたデッキでこのカードを使っていました。ケルディオに入るケースもありますし、はい、またネッツアのニュージェクスデッキに入っていくケースもあります。結構他にもね、いろんな組み合わせで使われた方が多かったので、そこも結構今大会楽しみの場面かなと思っています。はい、エルレイドに対してアローラ級コンジェックス進化して特性で持ってきているところですね。はい、はい、不思議な目とハチマキ、ここはもうハチマキ引いてきたのでダブル無色があれば、はい、そうですね、150出ますからミュウツー2が倒せると。はい、手張りします。はい、トリプルハチマキです。いやー、来ましたね、はい、ミュウツー&ミュウ残りのHP が、パワーサイクロンで、はい、それがちょうど届くと、はい、ということになります。ミュウツー&ミュウが落ちました。はい、サイド3枚取ります。かつ進化できたけど、はい、サーナイトにはあえて進化しないというふうにしていますね。本当はそうですね、はい、まあ、やはりこの GX にしておくっていうのは一つ怖さみたいなものも難しいなありますかね。その、まあ、オルタージェネシスを使った後ということで、まあ、サーナイト GX が落ちてしまうと3つ目で3枚取られる、はい、3つ目いただきます。はい、まあ、そうですね、それもあってかもしれませんかね。はい、その場合カピテティフ倒されたら終わりという形になりますね。そうですね、手張りします。逆転に成功しました。はい、残るサイドの枚数、平井銀次選手が3枚、枝はじめ選手が5枚ということで、平井銀次選手の2枚成功です。やばいやばい、破れかぶれで、はい、あっと破れかぶれ、マーシャドウの特性、お互い4枚になるまで、うん、戻してから引き直すカードなんですけども、はい、これで、はい、ただエネルギーが2個なので、お願いします。どうでしょう、これが刺さるかどうか、はい、4枚引きます。4枚、さあお互いに4枚、はい、この手札重要です。はい、あ、こだわり8巻が少し見えたでしょうか。あ、結局エルレイドが倒せないで残るとなるとという形ですよね。どうぞ2枚、はい、はい、あ、どうしたさあどうなるか。この後レシラマンドます。はい、レシラマンドリザードも落ちます。さあこれでパーフェクションでフレアドライブも、パーフェクション霞切りで、はい、160点で、160で、はい、あ、ですね、はい、はい、オルタージェネシスで160で倒せますね。そうですね、はい、これ届きましたね。さあこれで落としてエルレイド落として1枚、2枚ですね、はい、先ほどのオルタージェネシスの効果で非 GX ポケモンですけれども2枚サイドを取りました。さあ踊り鳥の効果です。このやはりこのドローが非常に重要。あ、はい、かつ倒されてるポケモンがね、非ポケモン GX なので踊り鳥の発動する回数も増えていくっていうデッキなんですけれども、まあ、オルタージネスが入るとサイド取る枚数が増えていきますので、踊り鳥の回数も減っていくという形になります。その分とはいえ強いですね、この番で、3枚で、はいはい、残り3枚なんですが、そうですね、お互いにこのサイドの枚数が並んだんですけれども、ベンチにラルトスを置きます。はい、ラルトス、サーナイト GX、これどうでしょう、これミュウツー&ミュウを突破できるかというところですが、手張りします。平井銀次選手目線で言いますと、はい、10点で、はい、終わりです。はい、ここでは、あっとトップダウンは山札が引いてきたのはかなり厳しいカードだったんでしょうか。とはいえカプティテフとかをどりどり倒せば勝ちっていう場面なんですが、今のそうですね、今の感じだと引っ張ってくるカード、はい、ちょっとこの番に決めるのは難しそうな表情に見えますかね。ただこの一旦の遅れがね、後々、はい、厳しくなってくるかもしれません。やばい、涙出ちゃう。さあちょっと苦しいか必要なカードがないか。とはいえこれ前倒すだけでもね、もうそれで残り1枚ね、まあ、追い詰める形にはなりますね。はい、そこに対してミュウツ&ミュウに対する打点がないと手張りします。ちょっと厳しいっていう状況に見えますので、はい、うん、あ、ここ後ろにつけましたね。はい、パーフェクション、はい、ターボストライクで、はい、さあターボストライクです。基本エネルギー2枚後ろにつけます、
ここからさ後ろのどこにつけるでしょうか。ベンチのポケモンにつけるんですか。はい、ベンチですね。はい、ありがとうございます。はい、2枚を、はい、まあ、本当はメイツ&ミューとかを用意したかったですけど、まあ、ベンチに戦えるポケモンがカフテテフしかいないと、うん、ここにつけます。あ、ジラーチ GX、はい、さらにはデデンネ GX、はい、はい、2枚もらいます、はい、ここはもうカフテテフのダメージを上げるじゃなくて、はい、まあ、逃がしやすいようにするというふうにした感じですかね。はい、さあこれで踊り取りで残るサイドの枚数1枚、再び江田選手リードです。ただ1体だけっぽいですね。はい、はい、はい、そうですね、はい、どうなるでしょうかこの後。あ、一匹、はい、すみません。ああ、なるほど。あ、そうですね、あ、失礼いたしました。我々も気づかなかったですけども、デデンネとターボストライクの効果でつけられるのは1体に2枚ということでですね、ジラーチ GX とデデンネ GX に分けることができません。なのでジラーチ GX に2枚つけた格好になります。それでは試合再開です。さあ、ただまあ、平井銀次選手としてはこのターン中にこのミュウツー&ミュウを落とさなければというところですね。落とせば3枚で一気に勝利につながる、はい、ただそれには厳しいでしょうかね。ポニアさん、いかがでしょう。取らせてみていいですか。まあ、ここはさっきの、マーシャの破れかぶれが効いているというように見えますので、いや、まあ、こういった妨害するカードというのは非常に有効ですね。負けそう、はい、あ、きついなという言葉も平井銀次選手から出ました。踊り取り込みだとしても130出るんだもんな。うん、どうかという感じですね。さあ、まあ、こだわり鉢巻きなど、まあ、打点を上げるカードというのはあるんですけれども、はい、パルセイス・ディアルガ・パルキアの効果で30上がっているので、はい、まあ、エルレードに進化するプランだとしても届いてしまうというところも結構ありますし、はい、エネルギーつけなかった場合でも苦しいですね。レスキュー単価使います。はい、レスキュータンクを使ってアローラロコン、はい、ベンチ出します、はい、さあこれでベンチが埋まりました。カウンターキャッチャーで、で、はい、さあ持ってくるのはマーシャドウで、マーシャドウ、はい、マーシャドウ前に出ます。はい、ここでカウンターキャッチャーで少し時間を稼いでいきながら準備をするという狙いがあるんでしょうかね、はい、うん、そうですね。もうとにかくこの時間を稼がないと、あと1枚、1体ポケモンがやられてしまうと負けてしまうのは平井銀選手です。で、はいはい、さあアローラキュンポンが前に出てターンを返しました。持ってきたのは溶接工を持ってきました。トップ持ってきたのは、はじめ社長、溶接工です。一番 HP 高いので、まあ、なんとかしのぎ切れるかというところですね。そうですね、メガミミロパンのプリンとかが、溶接工で炎がついたとしても、そうですね、ちょっとエネルギーの要求が多いかもしれないですね。はい、はい、さあトラッシュを一度確認をして、まあちょっと時間としても時は共に苦しくなってきました。はい、残り5分を切っています。まもなく残り4分になろうとしています。はい、これ25分経過してしまうとお互いに負けということになってしまいます。はい、まあ、常に後攻の番で終わりますので、はい、4分あればこの番プラスもう1回ぐらいはありそうな気がしますが、はい、はい、まあ、なのでこの画面右枝はじめ選手の番で25分が経過した場合は平井銀次選手の最後のターンがある。そうですね、そして平井銀次選手のターンで25分が経過した場合はそのターンで終了ということになりますね。はい、はい、はい、おっとここで女神ミロッパのプリン拾ってきて、はい、時はでトラッシュもできる、はい、時はの森トラッシュします、はい、さあトラッシュない、まあ、入れ替えられないのかな。そうですね、はい、入れ替える手段が絶対ないという感じですか。で、溶接工使います。溶接工で、はい、あー、つけましたね。はい、3枚さあで、炎エネルギーがどこにつくでしょうか。エネルギーを引いて逃がして女神ミロッパプリンかと思ったんですけれど、ジャンピングそうそうエネルギーが、はい、タクが、まあ、女神ミロッパはトラッシュするしかないですね。ベンチがいてるんで、はい、エネルギーがあれば勝ちだったんですが、
なさそうだったという感じ。はい、さあ、おお、はい、デレンジ持ってましたね。はい、さあ、これでトラッシュできるね。勝ちですね。これでいい勝ちですね。はい。あ、おっと、行きました。ダンボード持ってきました。これで引いて前に出るのはミュウツー&ミュウです。さあ、これで手張りし勝利が近づいてきた。この手張りしてパーフェクション特製のパーフェクションで使う技はあれ、どこ行った。さあ、選んでいます。フレアストライク、はい、フレアストライク、フレアストライクで260ダメージです。取り切りました。まもなく23分が経とうというギリギリの長期戦、試合を制したのは、はじめ社長こと枝はじめ選手です。おはようございます。さあ、ギリギリの戦いでしたけれども、まあ、ギリギリというのはまあお互いに0勝2敗で迎えたということで、はい、平井銀次選手はまあ惜しくもここでまあ大会を去るということになってしまいました。はい、ここからこういった展開がまあポイントさん多くなってきますね。はい、もうそうですね。一戦一戦ドラマがあると思います。はい、そしてまあこの試合に関してはご覧になっていていかがだったでしょう。そうですね。結構や破れかぶれが見事に効いたなっていうところと、オルタージェネシスを打った番、結構エネルギー3個ついてて打ったんですけれど、まあ、あれが結果的にすごい良かったなというふうに思いましたね。あれで結構相手の選択がだいぶ狭まったと言いますか。はい、まあ、そこでこう その中でかつマーシャドウの破れかぶれが決まって一気に攻めきたという印象でした。はい、最後のデレンネも良、ね、かったですね。そうですね。はい、まあ、いった場面というのは、まあ、あの決勝トーナメントの、まあ、決勝とか、まあ、大きなところでも、はい、そこにもう任せられるみたいなところありますからね。はい、そういったところでいいカードを取ってくる、それで勝利を収める、非常に大事なことになってますね。はい、面白い試合でした。面白い展開ですね。はい、まあ、いろんなカードが見られて面白かったですね。はい、メガロミミロッププリンであったりとか、まあ、もちろんミュウツー&ミュウ、うん、そしてレシーラム&リザード、まあ、いろんなカードが見られて、まあ、さらに最新弾のアルセウス&ディアルガ&パルキア GX と、はい、結構いろんなカードが入ってましたね。本当にミュウツー&ミュウ GX はいろんなポケモンの技が使えますので、うん、まあ、人によって採用するカードも変わってくるといいますか、うん、もう一戦一戦見てて飽きないデッキかなと。はい、その分、ね、何で攻撃するかが結構選択肢が多いので、非常に難しいデッキなんですけれど、まあ、そういった難しいデッキを、ね、うまく使っていたかなと思いました。はい、まあ、見事な試合を見せていただきました。一方の平井銀次選手についてはいかがだったでしょうか。はい、やっぱ序盤の、ね、エルレイドもそうでしたけれど、はい、ハチマキしっかり持ってきて相手のミュウツーミュウを2回倒すとかね。あ、はい、すごい非常に、マーシャドウがなければ2匹も立っている形でいけたと思うの で、ね、まあ、そういったところもあって、はいはい、まあ、次の大会以降も、ね、期待したいですね。頑張ってほしいです。はい、さあ、それでは勝利を収めました、はじめ社長こと枝はじめ選手です。おめでとうございます。はい、お願いします。おめでとうございます。どうぞマイクをどうぞ。緊張しましたか。緊張しましたね。はい、結構、はい、デッキがすごい特殊というか、はい、どうでした。炎エネルギーと水エネルギーと鋼エネルギーが入ってるんですよ。面白かったですね。うん、はい、レインボーエネルギーとかが全然見えなくて、代わりにレインボーブラシが見えるっていう感じのデッキでしたね。そうですね、デデンネが入ってて、はい、でレインボーブラシも4枚入ってるんで、はい、4、あ、なんか、はい、レシリザの先行かけが本当に怖くて、はい、で、高校になった時、まあ、ミュウミュウか、アルセウス・ディアルガ・パルキアに溶接光を打って炎エネルギーつけて、時はの森も入ってるんですけど、はい、それで水か鋼を持ってきてつけてレインボーブラシで変えて、まあ、アルティメットレイを打って後続も作れる動きもできるし、非 GX だったらオルタージェネシスもできるしと。なるほどなるほど。言いつつ、はい、リザードのフレアドライブ GX300 点出るのも入ってて、まあ、なんかうまいこと何でも対応できるような形にはなってるのかなという、うん、で炎型のミュウツーミュウと、はい、レインボー型のいいとこ取りみたいな感じの、うん、そうですね、デッキで、はい、面白いですね。エネルギーもかなりいろんなエネルギーが入っていましたもんね。いや、そうなんですよ。はい、ただ直前にソルガレオ GX 入れて効果分かんなかったです。あ、直前だったんですね。なんかあの、エネルギー回収か、はい、ソルガリオ GX で迷ってて直前にソルガリオにしました。はい、まあ、アルセスティアルパルキアは結構好きなようにつけられますからね。そうですね、はい、ちょっと後続作りながら、はい、改めて、まあ、今日は、まあ、2連敗からの配信卓でしたけれども、はい、いかがでしたか。もう最初の2戦がもう、はい、やっぱミュウミュウがやっぱ人気なのか知らないんですけど、はい、やっぱしっかり対策されてるんですよね。はい、もう最初は無人発電所を取れず、
次はモルフォン GX を倒せず、モルフォン GX、アンズを永遠に打たれる動きされて、あの技打てなかったです、モルフォン踏んだんですね。モルフォン、いや強いんですよね、本当になかなか、はい、これなかなかちょっとね出会いづらいかもしれないですね、そういったポケモンは。モルフォン GX、はい、まあ、結構まあこの後もね結構大変な戦いが、はい、またこの首の皮が一枚つながった状況で、それなんとか、はい、続きますけれども、ちょっと意気込み聞かせていただけますか。はい、そうですね、一応なんだろう、無人発電所だけ気をつけます。はい、そうですね、特性パーフェクションをね、そうですね、消されないように頑張ってください、はい、そのあたりは頭に入れて、はい、では応援します。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。見事勝利を収めました枝はじめ選手でした。本名でありがとうございました。ありがとうございました。はい。